アンナ・プロハスカはドイツの歌手。音楽一家に生まれ、コロラ・トゥーラタイプのソプラノとして若年から活躍を見せ、バロック音楽から現代音楽まで幅広く手がけている。アンナ・プロハスカは1983年、西ドイツのバイエルン州のイルムに生まれる。プロハスカ家は音楽一家として知られ、祖祖父はオーストリアの作曲家、音楽教育者。 指揮者のカール・プロハスカ、祖父は指揮者のフェリックス・プロハスカであり、父はオペラのディレクターである。母はアイルランド系イギリス人で歌手であり、兄弟のダニエル・プロハスカもテノールという、いわば音楽界のサラブレッドである。アンナは家族と共に6歳からウィーン、ついでベルリンに移り、エーベハルト・クロークの下で音楽の勉強を開始する。 ハンス・アイスラー音楽大学ベルリンに進学し、ここでは、ノルマ・シャープとブレンダ・ミッヒエルに支持。2002年、19歳のアンナは、ベルリンコーミッシェ・オーパーで、ハリー・クプファー演出による、ブリテン、ネジの回転のフローラでデビューを飾る。このデビュー公演は評価され、ウィリー・デッカー演出のブリテン、アルバート・ヘリングへの出演のほか、ベルリン国立歌劇場に呼ばれて、 ダニエル・バレンボーイム式によるビゼー、カルメンで、フラスキータを歌うなど、早くから頭角を表した。2003年には、エクサン・プロバンス音楽祭内でのアカデミーのメンバーに選出され、2005年に現代音楽の創造と、演奏のためのハンス・アイスラー賞、2006年に、カール・スルーエ国祭、ヘンデル・アカデミーのメンバー、2008年に、ダフネ賞をそれぞれ受賞した。 2006年から2007年のシーズンより、アンナは、ベルリン国立歌劇場所属歌手となる。所属となってから、初めてのベルリンのシーズンでは、バレンボイム、フィリップ・ジョルダン、インゴ・メッツ・マッハーの指揮による、モーツァルト、高級からの誘拐の、ブロンデ、コジ・ファン・トゥッテのデスピーナ、ベルリ、仮面舞踏会のオスカル、ヘンデル、アグリッピナのポッペアなどを演じた。2008年からは、 ザルツブルク音楽祭に出演し、フランツ・ベルザー・アメスト式によるドボルザーク、ルザルカ、ルイジノーの愛に満ちた偉大な太陽に向かっての公演に出演したほか、2010年にモーツァルト、ドン・ジョバンニのチェルリーナ、2011年にコジノ・デ・スピーナを歌った。チェルリーナについては、スカラザの2011年から2012年のシーズン幕開け公演でもバレンボイムの式で歌い、 ペーテル・マッテイヤ、ブリンターフェル、アンナ・ネトレプコラ名だたる先輩歌手と共演した。オペラ以外、コンサートの分野ではバレン・ボイムをはじめピエール・ブーレーズ、ニコラウス・アーノン・クール、クラウディオ・アバド、マリス・ヤンソンス、サイモン・ラトルなどといった大物指揮者や、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団や、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、バイエルン放送交響楽団などのメジャーオーケストラとの共演を重ね、 2010年には、ベネズエラとルテェルン音楽祭において、アバドに帯同する形で、シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラと共演した。リートの分野においてもピアニストのボルフラム・リーガーとリサイタルを開いたのを手始めに、ブレゲンツ音楽祭やモーツァルテウム大ホールなどでのリサイタルを重ねている。2011年1月からは、ドイツグラモフォンと独占録音契約を締結した。 2013年8月25日には、ザルツブルク音楽祭に初出演するシャルル・デュートワ式、NHK 公共楽団の公演に出演し、細川俊夫の新作、ソプラノとオーケストラのための嘆きを総称する予定である。その他、2013年のシーズンには、ベートーベン、フィデリオのマルセリーネをアーノンクールの式で、リヒャルト・シトラウス、 バラの騎士のゾフィーをラトルの指揮で歌う予定も組まれている。アンナはヘビメタルの愛好家であり、アンナ曰くヘビメタルはオペラや公共曲と非常に似通ったもので、多くのメタルバンドは遠く離れた感のあるテクノポップやエレクトロポップよりかは古典的なオーケストラに似通っているとのことで、ディム・ボルギルやアインシュテュルツンでのイバウテン、キャレキシコのファンであることを公言している。また、 アフロケルトサウンドシステムに代表される民族音楽を現代的に融合させる音楽グループも好み、ケルト音楽のハーピストであるアランスティビルが伝統的なケルト音楽の流儀でアレンジしているヘンデルの作品も好きな曲の一つだと語っている。ありがとうございます。